はい、16対9の四角の中に生きる、あれは先週の金曜日でしたかね。夜お風呂に入ろうと思って、脱衣所で服を脱いで、いや今日もね、動画をアップしようとね、編集してたんですけど、動画を更新しようとね、編集中だったんですけども、なんだか急にね、お腹の調子がね悪くなっちゃって、なんすかね、ね、すごいお腹の調子がね、こう3ヶ月に1回ぐらいあるんですよね。なんすかね、メンテナンスみたいなもんですかね、腸のね。ああ、やっと収まりました。きつかった。もうということで、今日はこれこれですね、動画がね、編集もする余力がないので、このままこれを今日の動画にします。やなだ、やなだ、やだな、こういう感じのメンテナンスはきついですね。きつかったです。本当にきつかったです。まだちょっとね、怖いですもんね。余韻というかな、そのね、その余韻っていうとあれですけどいい風に聞こえますけど、そのなんつうんだろう、傷跡、うん、あ、酒飲んでる場合じゃないんですよ、もうね、もうなんかでも飲んじゃう。っていうような感じです。あ、16対9の四角の中に生きる弱り果てた男です。体の中心の調子がおかしくて、腸のね、寝よっかなね、今日はね、今日も寝ましょっかね。今何時？ 10時何分？あ、もうすぐ11時だ。っていう、今日はこんな感じで、あー残念だな、編集してたのにな。じゃあ、お腹がね、明るくなった。ああ、明日も明るい感じになるかもしれないね、これでね。もう体調戻る。戻ってくれ。明るくなってよかった。じゃあ、